ファンキュルタガタメプレゼンツ、前泉 P の絶つながるラジオ。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2020年オリンピックイヤーということで、ファンキュルタガタメますます盛り上げていけたらなと思います。ファンキルとタガタメ、そして皆さんに良いお年になりますように、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。雨の中、東尋坊の魅力でマスターリングツアーが開催されるか決まるということでいいんですね。おたねさん、はい、おたねさん、ゆうたさんのおたねさんです。ファンキル歴はちょうど400日をこの前、今までその長いこと続けられるゲームっていうのが数えるほどしかなかったので、なんかやっぱり自分に合うのかなっていうふうには。誰が推し姫？今もリサナウト一択ですね。リサナウトのどこが好きなリサナウト、ポンコツキャラがすごい良くて、けど目覚まし自体は7時半とかにしといて、4時から8時の、あの AP のAP を受け取るっていうのをから始まりますね、一日は。あー、なるほど。おたね的、はい、ファンキル俺が運営だったらここ直す。探索を開いた時に、バトルシーンがいきなりバッて入ってきて、あのアイテムを受け取りとか、例えば変なんか、再挑戦のやつやりにしても、なんか一回そのバトルシーンを経由しちゃうんで、待つのがね、はい、ストレスだよね、それは。せっかくなんか勝手にやってくれてるすごいシステムなので。てか一括とだったらどうよ。あ、確かにすごい楽。やばくないけど、やっぱりなんか、あら、今そのちょっと大変だなと思ってるのが、その一括とだが出て、一括とだする前にやっぱり上げてたやつ、全型統合をするためにすべての方を一体起こさないといけないんで、それを全部お気に入り登録していくっていうのが今すごい手間で。なるほどね。一気に合成したくないから。そっか、一回はちょっとお気に入りで置いといて。覚醒しても、そっか、全型でもやんないと全然星は届かないもんなのか。いや、届いたりするんですけど、届く上限値がやっぱ引き継ぎ G が入ってるのと入ってないのと、まあ上限が変わっちゃうんで。このゲームね、リサナウトが好きで、リサナウトは俺のリサナウトは一番にしないといけないっていう ね、あいつのリサナウト、そこまでは考えてなかったけど ね。来た、東尋坊。東尋坊歓迎って書いてあるよ。歓迎なんだね。歓迎されてるよ。何やってんの、あれ。いや、見えてきましたよ、日本海。おたねさん、見えてきました。おたねさん、はい。